まずは金曜日、自身3ヶ月ぶりの勝利へ先発のマウンドに向かった石川。キレのある変化球、さらに力強いストレートで1回に2つの三振を奪う立ち上がりを見せます。打線は2回、チャンスで柳田。キャプテンの一打など打者一巡の猛攻を見せ、この回一挙5点のリードを奪います。援護をもらった石川は5回、わずか6球で三者凡退に打ち取るなど、持ち味であるテンポのいいピッチングを見せます。止まらない打線は6回、打席には柳田。記念すべきプロ通算1500安打は柳田らしい逆方向へのホームランで達成。キャプテンがメモリアルな一打で先発石川を盛り立てます。石川はその後もノーヒットピッチングを続け、そして偉業をかけ9回のマウンドへ。先頭バッターを空振り三振に仕留め、ワンアウト。これで2アウト。快挙達成まであとアウト1つ。石川のプロ野球史上88人目の大記録が飛び出したホークス、西武に快勝。快挙達成の翌日、試合前にはキングオブクローザーサファテさんによるセレモニアルピッチが行われました。球場を大いに沸かせました。そして試合は1回、1番三森。今月2本目の先頭打者ホームランで西武から先制します。その後1点を勝ち越され、迎えた5回、チャンスでこの日スタメンマスクの谷川。起用に応えるタイムリーツーベースで同点に追いつくと、なおも三塁一塁、牧原、見事なセーフティースクイズ、1点を勝ち越します。そのリードを最後まで守りきり、接戦をものにしたホークス、2連勝。そして昨日3連勝へ、1点を追うホークスは3回、8番今宮。初球を振り抜いた打球はレフトホームランテラスへ、7号ソロで同点に追いつきます。しかし1対1のまま迎えた6回、4番手津森がタイムリーを浴び勝ち越されると、5番手田浦も西武打線の勢いを止められず、なんとこの回5失点リードを広げられます。それでもその裏、キャプテン柳田、嫌なムードを振り払う豪快な一発で反撃のムードを作ると、4点を追う8回、ランナーを1人置き、打席には栗原。
ライトスタンドへ飛び込む12号ツーラン。これで2点差。追い上げムードに拍車をかけます。9回、一発出れば同点のチャンスを作り、中村晃。反撃及ばず、ホークス3連勝とはなりませんでした。